はい、お疲れ様です。本日はよいしょ。はい、こいつベリーウィンクについて説明していきたいと思います。ちょっとね、身がどんどん順調よくやってきて、封鎖がね折れてしまうことが多くなってきたんで、そちら必殺器具としてお伝えできればなと思います。では行ってみましょう。はい、はい、改めまして、こんにちは、こんばんは、田舎の青年カズマです。よろしくお願いいたします。はい、今日は3月の6日、間違えました、9日ですね。3月9日っていう曲もありますよね。懐かしい。流れる季節です。でね、まずいつも通りイチゴの生育状況をお伝えできればなと思うんですけれども、最近気温がほんとあったかくなって、香りの秋姫、子とかを含め、赤い実がどんどんできるようになってきました。これも多分1日ぐらいで赤くなりますね。あとは病気、ここ結構排水が悪いところで、先ほど見ていただいたと思うんですけれども、ハイカビ病が結構出るようになりました。こんなんですわ。はい、ハイカビ病対策ね、ちょっとね今週あたりしようかなと思ってて、こういった実が谷間、谷付近を中心に多くなってきました。なんで製品率っていうのもちょっと下がってはきてるんで、量は多いんですけれどもロスが多くなってきているような段階でございます。プラス本日お伝えするんですけれども、もう一つね、悩み、香りのなんですけれども、フサ折れがねどうしても多いんで、農機具、先ほどあったこれについて説明していきたいと思います。香りの作られている方は結構フサ折れとかに悩んでる方多いんじゃないですか。で最近ではもうベリーウィングで使われる方が多いんで、ぜひ参考に使っていっていただければと思います。まずね、これすることによってね、この機械ベリーウィング使うことによって、メリットっていうのが3点ある。それをお伝えできればと思います。では実際どうなってるか見ていきましょう。はい、香りのはね、ほんとかんざしが長くてどうしても折れやすいんですね。まあ、これとかも失敗というかあれで、重力に逆らえず折れてしまってる実なんですけれども、僕前年明け前かな、このハウスバンドでいけるよっていうお話してたんですけれども、これだとねどうしてもやっぱ負荷がかかってしまって折れてしまう。まあ、実際折れる率が高なってるんですけれども、プラス前にこのベリーウィング付けさせていただいております。まあ、サ折れ防止資材です。農業資材で、単価で言いますとなんか200本入りで2万円ぐらいで、1本100円ぐらいでだいたい購入できます。で、僕はね、香りのだけ、奈良のこと方だと、そんなにかんざしもね、長くないんで、折れるリスクっていうのがほとんどないんで、まあ、ことかはいらんかなって思ったんで、こちらの香りのだけのとこだけ、設置させていただくことを決めました。はい。ただここね、どれぐらいやろ、1メーター間隔、トータルでこのだいたい50メーターぐらいあるんで、1メーターピッチやつとしても200以上超えてしまうんで、ちょっとね、ケチってね、2メーターに1本にしたんですよ。で、こういった、ちょっと、どうしても、支えきれてないとこがあるんで、これちょっとご了承ください。絶対買った方がいいです。ただ、200ロットっていうのっていうデメリットがあるんでね、ちょっと僕はケチっちゃいましたけども、これちょっと、重みに耐えれない状態なんで、はい。早急に買おうと思ってます。で、まあ、メリットと言いますと、フサ折れ防止ができます。はい、フサ折れ防止。フサ折れ防止ね、香りのフサ折れてね、まあ、そんな先輩方が折れるでってよく言われてたんですけど、そんな折れても大したことないやと思ったら、全然やっぱり香りのって折れると思う。味が、ほんま水みたいになる。それをね、やっぱお客さんに食べていただくことっていうのは、ちょっと僕も心が引ける。嫌やったんで。そうやったらね、美味しい香りのを、なるべく販売したいんで。ということで、まあ、今シーズン、この途中ですけど、3月途中、2月ぐらいだったかな。はい、2月中にやってたんですけど、取り入れました。本当にね、水臭くなります、香りのは。色もね、テルミンはなんかね、ドス黒くなるんですよ。綺麗な子とかみたいな感じ。通常こういった薄赤みたいな感じなんですけども、こっちの方がね、ドス黒くなって、おぉ、全然甘みがないんです。はい。なんでもし、スーパーとかでもね、こういうの見かけたら、美味しくはないんで、選ぶ基準にもしていただきたいと思います。
で、メリット二つ目としましては、まあ、これからね、太陽暑くなってきて、あれなんですけれども、冬場の太陽、日射が少ない日、玉出しの、兼ね合いもできます。通常こうぶら下がってる状態よりも、こうやって、葉っぱ邪魔やと。上に向いてることによって、イチゴの実にしっかり太陽が当たりますので、光合成率、また色づきっていうのも早くなります。これから早くなるとね、ちょっと取り切れない、取り遅れになる恐れはあるんで、早めにこれを取り入れることによって、色づきっていうのも早くはなるんで、農業の省力化、はい、効率化としては重要な一つのポイントではないかなと思っております。最近はね、ほんまこの太陽が当たらない東西なんですけども、それの反対側。で、この葉っぱあると、どうしても灰カビが多くはなってくるんで、こっち側はね、やっぱ玉出しすることは、これからの春になっても必要ではないかなと思っております。はい。あと三つ目のメリット。そんなに費用はね、かからないです。マイカーセンみたいなものと、先ほど言った、ベリーウィング。まあ、全部香り野の方だとね、結構なコストにはなるとは思うんですけど、僕みたいにこの、どれぐらいやろ、7メーターハウスの5列だけが変わりのなんで、それだとね、まあまあ、先ほど話戻しますと、2メーターに1本で入れてるんですけど、製品率、やってないよりかは、ふさおれっていうのもかなり抑えれるんで、ぜひね、皆さんも取り入れていただいたら、綺麗なイチゴ、シーズン中盤ですけれども、農業、作業の効率化にもつながると思います。また香りの花咲いてきやがったね。どんどん出てきますわ、この香りの、やっぱり。僕の体感では、コトカのほんまに 1.5 倍、秋姫が一番出るような、皆さん、感じもしてると思うんですけど、香りのもやっぱ秋姫に負けないぐらい実は出てきます。やっぱこいつすごいです。花数もすごいでしょこれ。ただね、つけていくとやっぱ葉っぱのこういう波、小さいとこもあったり大きいとこも出てくるんで、そこをね、肥料とか、まあいわゆる鉄管とかに調整していったりいただかないと、株のなり疲れっていうのもこれから発生すると思うんで、その辺はまた次回お話したいと思います。やり方をお伝えしようかな思ったんですけど、これ一応もう全部やっちゃってるんでね、なんかどっかあるかな。あとマイカーセンみたいなんですけども、こうやって柔らかいものはあんまりおすすめしないです。2本、特に僕2メーター2本だとこれ全然まだタランタランなんで、はい、なるべくマイカーセンも硬いのに伸び縮みがしないものを選んでいただいたらなと思います。ここあったんで、これちょっと取ってもいいと思う、取ってみますね。よし、これはベリーウィングってやつなんですけど、パイプ、降雪ベンチだとパイプがあるんで、これに合ったインチっていうのちょうどいいのを注文してもらいます。で、僕やったら6やったかな、6インチかなんかやったんですけど、これにはめ込む。こんな硬かった、これ。よし、こんな感じですね。で、まあ、このパイプ感1メーターごとにあるんですけど、このマイカー線を引っ掛けるとこあるんですね。マイカーセンはなんか細いもん丸みたいなんですけど、全然マイカーセン大丈夫です。これすることで、あとはちょっと上に微調整、あ、取れた、こんな感じかな、することによって、はい、かんざしがちょっと上向いて視点っていうのは少なくなると思うんで、簡単でしょう。これをよかったらまた皆さん使ってみてはいかがでしょうか。あー、暗くなってきた。はい、今日はこんな感じで農業資材シリーズ、僕がやってきたこと、やってみたこと、まだ結果はね、1年目なんでわかんないですけど、これすることによってね、間違いなく草折れ防止には少なくはなってると思うので、ぜひ皆さん使ってみてください。まあ実際ね、やってても折れるもんは折れるんですけれども、内容いいかはマシで、皆さんもこのイチゴ栽培において使ってみてください。今日はこんな感じでした。ちょっと短かったかな、短かったら僕の肥料撒きの動画を流しておくんで見てください。配達行かないといけないんで、今日もほんまイチゴをなってきて取り遅れそうで不安ですけど、今シーズンも残り半分ですか、頑張りますね。応援よろしくお願いいたします。ではまた次回もお楽しみに。さよなら。